アンテイジングケンキです。実は僕44歳なんですよ。人は僕をビマオ若さの秘訣ですか。そう、ズバリ自分の老いを笑い飛ばすこと。そう、それが笑アンチエイジング。皆さんも僕のリアルな話を笑うだけで20歳は若返りますよ。よく筋肉痛って若い子はその日のうちに出て、年取ると次の日に出るって言うじゃないですか。僕ちょうど1週間前に全力疾走する仕事したんですよ。今日から痛い。バランチエイジング。今笑った人2歳若返ります。なぜか桃色クローバー Z のことをモノクロクローバー Z って言っちゃうんですよ。もっとひどい時にはハチミツクローバー Z って。ワラアンチエイジング。今笑わなかった人さっきより老けましたよ。玄関に見慣れない黒いサンダルがあったんですよね。それなのに逆にいつも履いてる僕の靴がないんですよ。サンダルよく見たら渡見武蔵小山店って書いてありました。ワラアンチエイジング。今笑わなかった男の人ハゲてきてますよ。今笑わなかった女の人は気がついてないですけど今生理上がりましたよ。いかがでしたか。ギャグと動きは年相応。ありがとうございます。